どうもースカイピースイエーイ。1月頭に、はい、俺福袋買ってたんですよ実は、うん、福袋買ってきたんで、はい、大紹介したいと思います。大紹介大好きな、あるメンズだけじゃなくてレディースも買ってきてまして、んなんで今回はあるゲストの方と一緒に見ていきたいと思います。日米ハムカーイエーイ。どうしてか、あんなさ、寝起きの物騒がの時にさ変な服着て、今の服着て、他のも変わらんけどね。シッシグリーンバック以外で出るの、うん、なかなかないよ。ないですね。確かに一番もう初回の動画以外はもうずっとグリーンバックグリーンバックなんだ。グリーンバックで撮ればもうここに置いときゃいいんだ、素材として。あ、そう遠隔でコラボできる、遠隔コラボできるんだということで早速ちょっと、はい、福袋持ってきます。はい、シッシ、こちらでございます。福袋の袋ちっちゃ、服じゃん。これなんかね、だいたい1万円とかだけど、なんか3万円分とか5万円分入ってるみたいな。そうそうそう、お得ではある。じゃあ開けていきましょうか。はい、じゃあダトリンからいきます。サムネは、サムネ撮りましょう。サムネ撮りましょう。絶対撮りましょう。シッシ、イブリン、イブリンじゃなくてエブリンな。あ、エブリンな。エブリンご存知ですか。知らない。顔怖いでしょ。知らない。嘘、ダズリンから行きましょうか。どうです。うん、シンプルですね。欲しいなったらもらってっていい。これ着てる人よく見る。いる、うわ、いる。値段1万5000円。わお、いい値段する。すごい、めっちゃ。あー、ビスチェになってんの。ん、シッシ、5000円するで、これだけで。おかおか、おー、めっちゃいい。俺なの、俺。へそ出しじゃん。へそ出し俺。シッシ、バーが効いてるやつ。これ千葉のバーが効いてるやつ。効いてるやつじゃない。じゃあちょっとメンズいきますか。メンズいきましょう。ダブルネーム。あっ、俺。いや、ちょっと待って。これ本当メンズ？ほら。あ、メンズだ。いや、女子じゃん。あ、なんだっけこいつ。グレムリン。グレムリン。おお。かわいい。これ。あ、これいいじゃん。いいじゃん。グレムリン。いい、これもらって。あげます。どうぞ。売り切れるんだ、お気に入りを。シッシ、これはズボンですね。これもトレーナーだ。いいズボン。なんか着てそうだね。いや、おじいになるよ、この人が来たら。おじい、え、めっちゃいい、これ。これさ、みんな持ってない。これ持ってない女子いないんだよ。これ、いろんなイメージありますね。この？はい。敬語なん？いや、逆に敬語じゃないの、なんで？ずーっと気になってた。朝からずーっと気になってた。ちょっとタメ語で来てる。なんでこいつ、タメ口で格好つけてんだ。25歳ですよね。うん、まだ4歳。まだよ。あ、もう4歳、5歳になっちゃう。あまりでも年齢言ってないから。あ、そうなの、うん、言ってないというか、その19歳ってずっと言ってる。18歳って言って。あ、ネタでね。あ、じゃあ年下なんですね。もうすぐ19歳になるから。ウィキペディア調べたら出てくるんでしょ。出てくるけど、あんまりこのこういうチャンネルのなんか、わかる、登録者数が多いところで言うの初めてだから。19歳になります。19歳だよ。だからね。シッシ、これ独特なの出てきたな。普通に良くない、これ。着ないけど。僕も着ないじゃん、うん、マジで。え、いいの、着ない、今着ない。うん、いや、超いいよ。着ていいじゃん、これ。いい。続けていきましょう。シッシ、エブリン、エブリンね。エブリン。エブリン結構ね、あざとい系の。あー、そうそうそう、ジンクラさんが多いよね。女の子っぽい人が多いから。うん、これが多いね。この、こういう感じのやつ、この黒毛を引き取るのって、一気にメンヘラ感がプラスされる。テオファミはちょっとボーイッシュな感じで、ジンクラさんはこう、女の子らしい。ジンクラにさんつけてたっけ。ずっと気になってたけど。ジンクラさん、ジンクラでいいじゃん。ジンクラ怒ると怖いから。ジンクラ怒ると怖いの。優しいですよ、そんな。叩いてくるから。大丈夫かな、今。あ、もう全然ダメですよ。全然ダメ。出た瞬間もう敵ですから、ジンクラさん。いや、怖っ。ジンクラさん、ジンクラさん、ジンクラさん。そう、シッシ、せんま、これ。え、全然だよ。何が全然だよ。人だな。かわいい、かわいい。これは普通に取っとく、これ。なんでだよ、個人的に。あー、はいはい。もうこれにこれ組み合わ、これ組み合わせたらもう、すごいわ。もう、もうだもんね。すごいね。ジンクラさんの完成だよ。ジンクラさんの完成。ほら、見て、もう全部ついちゃってる。全部ついちゃってる。全部ついちゃってるんだよ、黒リボン。ボンビだ。かわいい。いや、もう適当でしょ。じゃあ、見て。あー、秘
ビるじゃん。自分が変なようにしてる顔で、顔でどうみたいな。すごいね。ボケみたいにしてるよだけで。これボケにするしかないじゃん。だってこれ。ハッチハッチじゃん。シッシ。じゃあ次はアーバンリリー。アーバンリリーこそメンズなんじゃない？うん、それでディス。あ、これメンズ男子ないんじゃない？はい。おー、かわいい。このっぽいの来た。デートにね、来てきたの絶対かわいい。長くない？胴体。ワンピース。ワンピース。なるほど。男はこういうのワンピース大好き。でショーパン履いて、あれパンツしか履いてないんじゃないって思うぐらいにショーパンでここ全部隠れちゃって、めくったらショーパン履いてんだよ。ガード硬いな、ガード硬いな、ちゃんとしてんなって。いやこれも長いな。どう着る？これマフラーなんじゃない？全然分かんない、全然分かんない、全然分かんない、しつけと。いやマフラー分かんない、分かる分かる。どっちどっち？スカート、大人っぽい感じ。うんちしやすいな、これ。うんちしやすいな、これ。マジか、教え出さないから。あ、ちんちんの方か、これ。そうですよ。違うよ。シッシ。え、何着てるんですか？スナイデル。スナイデル。なんだ、ロシアの犬の名前？スナイデルって。スナイデル、スナイデル。結構イカツメのやつでしょ。うん、ちょっと黒目の怖いタイプ。シッシ。じゃあちょっと男子っぽい、はい、男子かな。それこそで、いやこれは男子でしたね。すごい、なんか独特だな。これあれデッドバイデイライトのこの常に常にシャンチャンピオン、チャンピオン、デッドバイチャンピオンみたいな。デッドバイとチャンピオンのコラボ勝負。次こちらで T シャツいいじゃないですか。あ、マリコプリントされてんじゃん。そっくりやん。タオル、あ、使えるじゃん。バスタオルもあって、トレーニングウェアでめっちゃいいじゃん。またデッドバイ。あ、デッドバイじゃん。かっこいいやん。デッドバイの色してた。なおさらデッドバイの色。お、いいじゃん。うわ、フィーじゃん。フィーじゃん。フィーじゃん。次じゃあ呼んで。よ、よ。よ。てか、挨拶しました？シッシ。よ。こんにちは、西村ほのかです。この間がいいのよ。あー、なるほどね。壊れたんかなって一回思う。あれが来すぎて。バックグラウンドで聞いてる時、よっって止まっちゃったから。あれ？バックグラウンドで西村ほのか。5分経っても何も喋んない。じゃあずっとこのままだ。よーよー。これ押したんだよ。あー、このズボン、どうです？うん。シッシ。これね、ジバンシーの日本に2着しかないらしい。なんで？知らん。シッシ。あれ？逃す。もう全部終わった？終わりました。終わりました。じゃあこの中から激戦していきますか。うん。普段着てないようなものを。いや、ってなると俺もう1個しかないわ。これはダメだよ、ほのだって着ちゃうもん。これはジンクラさんに怒られちゃうから。そんなことある？なんでだよ。怒んないでしょ。私たちのような格好をしないでください。それ、なんでよ、見たかったな。マジか。私欲出すぎだろ。私欲出たかったな。見たかったな。俺をこれ1枚にさせるけど。ダメ。とかね。シッシ。でも、好きな方がいい？結構言っていただいて、テトリスしていただいて、分かった。私服の時じゃん、部屋着みたいな。ちょっと彼氏のワイシャツ借りちゃったよ。テオ君好きだよね、なんか部屋着みたいな感じ。部屋着、もう部屋着ノーブラが一番好きでしょ。もう部屋着ノーブラ一つ。シッシ。さあ、どうぞ。さあ、おい、いいね。来た。おお、うわ、おしゃれだな、その着方。おじさんみたいなお腹らへん。でかいな。インしちゃってます。インしてるけどベルトは忘れましたっていう、このおじさん感。あれみたい、ヘアモデルにいそう。え、ヘア型？ヘア型？ホットペッパーに乗ってそう。ホットペッパー乗ってそう。親方？そう、俺の母ちゃん。おじさんみたいな、ちょっと男の、うんうんうん、分かる分かる、年取ったおしゃれはあんま気にしてないよみたいな人が着てるのをあえてこの若い綺麗な女性が着るとまたいいのよ。あー、めっちゃいいやん。ちょっと写真ちょっと撮らせてよ。いや、俺だろ。ちょっとで自分が選んだ感じで写真撮ろうとするの。写真撮っていいですか？どうぞ。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。一緒に写真撮っていいですか？いいけど前の許可がなんで腹立つな、いちいち。いいけど。いいけどだ。いや、めっちゃ似合うやん。めっちゃ似合ってる。ほんと？おぬぬめです、それ。これ、おぬぬめ。ありがとうございます。大丈夫かな、じんたんの。
未知だよ未知。シッシッ。あ、来ました本当。あ、来ました。やばいかも。大丈夫。出たくない。じゃあ終わらせましょう。優しい。どうぞ。ギリギリ。あれ？足が足が違う。セクシーです。全然いいじゃん。え？違和感がない。嘘つけ。え？自分だけだよ。嘘。うん。どんな感じですか？うわ、めっちゃいいじゃん。普段全然着ないもんねこれ。え、でも似合ってますよ。うん、嘘、違和感あるんだ自分では。え、メンヘラみたいじゃない？メンヘラみたい。リオリオみたい。誰？オリオ。オリオのことリオリオって呼ぶんだ。エモーディオのこと？エモーディオ、エモーディオじゃない。俺は使ってるインターフェースじゃん。すごい。似合ってますよ。普段まず着ないんだ、うん、いや、超いいですよ。嘘だよ。嘘じゃないよね。ねえ、ねえ、みたいに。なんか胸のあのリボンがメンヘラ感出してるかなと思ったけど、結構可愛らしいですね。本当？なんか、うん、寂しくない胸元が、ネックレスとかがなくても男どもがキュンキュンしてますよ。はい、チーズ。ねえ、皆さん、こっち見た。カメラ目線も違う。最後まで見てくれてありがとう。ホロピー来てくれて本当にありがとう。そして福袋のフはぜひたくさん来てください。エブリオンセル西村本館レアですよ。明日のスカイピースはなんとなんと2日連続のコラボ。あの方たちと質問コーナーしちゃいましょう。 Time here we go。 それでは楽しみに。ピース。はい、ということでですね、こちらが決まったということで、こちらあとテオくんのファッションのやつも決まったんで、うん、そちらはプレゼントさせていただきます。あ、ありがとうございます。え、やったということでね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あなた、このチャンネルで着てるの俺は楽しみにしてる。あ、なった。じゃあ俺の方に変えてもらっても買わない。あ、もう全然全然、どっちでもグレムリンでもグレムリン、あ、グレムリンちょっと嬉しいな。いいじゃん、リアルだから、うん、はい、OK です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。